めるからだ。興津風が頬をはらませ、ハヤテのごとくスクバタールの水軍へと走らず、そして一日が過ぎ、クロードは帆を畳み海に浮かぶ一隻の船を見つけた。クロードは音を立てずに敵の船に乗り込む。檻の中には殺されたばかりであろうムクロがある。その者たちの魂は悲しげに灯籠に照らされていた。最後の敵を倒すと、近くの檻から悲鳴にも似た声が聞こえた。檻を開けると、哀れな魂は霧の中に消えた。すると、クロードを足止めしようと、別の船が追いついた。クロードめがけて、容赦なく火の矢の雨を降らせる。ロードが船に押し入る。人の影が見えぬ甲板には灯籠だけが怪しく揺れていた。しかし目を凝らすと、霧の中に治療兵が潜んでいる。クロードに戦いを挑む資料兵はもういないようだ。クロードは己の船に戻り、先を急いだ。クロードが目指すのは残る資料兵の水軍、そして隊長スクバタール。クロード、ここでは